ありがとうございます。はい、豊田翼です。このチャンネルはですね、私豊田翼が日常生活で得た気づきや学びを発信する活動報告チャンネルでございます。私の日常経験がですね、皆様の、生活に 1% でも役に立てばと思って、そんな志で毎日発信しております。本日もよろしくお願いいたします。はい、早速なんですけども、ちょっと体調があまり良くないということで、今回はちょっとすみません、3分程度で動画まとめさせていただきます。申し訳ございません。はい、それでは早速本日は引き続き行ってまいりましょう。はい、行ってまいりましょう。日本語がおかしい。はい、そうですね、今自分が欲しいものは何か、それに見合う戦略とはということで、自分のニーズを追求するという話ですね。はい、で具体例として私の話をさせていただくと、僕は今とにかく欲しいものが結果なんですよね。はい、で結果を出すためには実力が必要。はい、で実力があると、人気知名度がついてくる。で人気知名度のある人にはやはりみんな期待するということで、優先順位で言うと1番が結果、2番が実力、3番目が人気知名度、で4番目が、期待ということで、僕の場合はそういったものが今欲しかったりするんですけど、これをどうやって、取りに行くかということで、僕はですね、手順プロセスにあまりこだわらないタイプで、しかというと結果にコミットするタイプですね。例えば、実力があっても結果が出せない時ってあるんじゃないですか。人気知名度がある人は必ずしも結果を出しているわけではないと。はい、期待されるとなかなか結果が出しにくいという側面もあるかなと思います。例えばサッカーのワールドカップ、あまり期待されてない時の方が結果出してますよね。なんか僕それ見た時に、日本人のメンタリティってそういう感じなのかなと思って、なんか一つ思ったんですよ。で僕自身もなんか典型的な、そう、日本人のメンタリティ持ってて、あんまり期待されてない時やっぱ生産性高いんじゃねえかなみたいな、結果出せるんじゃないかなと思って、僕はあんまり期待されない方がいいかなと思ったんで、期待されて嬉しいんですよ。人気とか知名度あった方が嬉しいんですけど、期待されない方がいいかなと思って、で突き詰めていった結果、結果が一番欲しいかなっていう風になりました。で実力があまり僕はないので、実力がなくても結果が出せるんだったらそっちの方が嬉しいじゃないですか。だからやっぱり結果が一番大事かなって。でもちろん人気知名度があったら結果が出しやすいとか実力を発揮しやすいっていうこともあるんですけど、ただやっぱりね、実力がなかったら人気とか知名度ってなんか自分から言ってるだけで、それは本当の人気と知名度ではないなって、そういうのって自然と出てくるもんだなと思ったので、やっぱり僕は結果に、コミットしていきたいと、結果にこだわっていきたいと、そういう、現在はっていうことなんですけど、そういうタイプかなって思いました。はい、こんな風にですね、自分が本当に今欲しいもん何かみたいな、それに見合う戦略とはみたいな、僕はまだ戦略については、僕の中ではもう完結してるんですけど、すみません、今日本当にちょっと体調があまり良くないんで、活躍するんですけど、はい、なんかそういう自分が欲しいものは何かみたいな、っていうのをなんか徹底的にその言語化したりとか、具体化したり、数字で表してもいいなと思います。はい。僕もノートにまとめて書いてたりするんで、そういったことやってもらえると、いいかなと思います。はい、すいません、おまけで本日の気づきをちょっと最後に述べさせていただきます。天才とは理念を超えるものということで、僕の中の天才の定義は僕みたいにロジックで頑張るやつは凡人、努力している人なんですけど、天才っていうのはその理論を超えてくる人かなっていうふうにふと思いました。はい、
で、僕これちょっとおすすめの考え方ですけど、僕の休み日の時間の使い方についてなんですけど、生産性と満足度、幸福度の向上を、テーマに掲げて、でそれから逆算してそのスケジューリングしていくと。でスケジューリングはある程度その柔軟な方がいいんで、僕はまあ習慣があって、読書と YouTube とあと Twitter とか SNS なんですけど、それ以外はまあ基本的に空いてる状況なんですよ。まあ、そういう方がなんか自分いい休みを送れるなと思ったんで、ぜひ休みの日のお時間の使い方はあんまりうまくいってない人はちょっと参考程度に、はい、聞いてみてください。はい、ですね、自分に裁量を任せてもらっているなら自由にしないと損ということで、いや裁量を任せてもらったんだから、シンプルになんか自分のやりたいようにやればいいなと思ったんですよね。なんかもちろんなんか言われているフォーマットとかあるんですけど、まあ、そこは抑えつつもですね、なんか結局その結果出さないと意味ないですから、裁量を任せてもらったんだったら本当に自分のやり方でやった方がいいなというふうにふと思いました。はい、で現実自然と伝承面ということで、ですね、マインドをやはり変えると日常の現象というのがやはり変化するなというのを日々感じております。僕はまあ、今体力的には本当に多分限界に近い状態なんですけど、ただマインドが死んでないので、まあ、結果的にいいことしか起こらないと、そういうことがあります。なんで自分の、まあ、スキルもそうだし、精神、心、そして肉体ですね、心技体ですよ結局は。この3つね、ぜひ見直していただけると、うまく結果にコントロール結びつけていけるんじゃないかなと感じております。はい、最後、舐められていた方が得ということで、なんかこれ期待されない方がいいっていう話に近いんですけど、なんか舐められてた方がなんかうまくやりやすいなというか、自分のやりたいようにやれるなと思って思ったんですよ。なんか出る杭を打たれるっていうじゃないですか。だからあんまり打たれない方が自分伸び伸びと成長できるなっていうのを、なんか僕は人生の中で経験しようと思います。はい、でその出る杭を打たれるって話にちょっとつながっていくんですけど、やっぱりね、とはいっても打たれない杭は、すいません、ちょっと本当に眠いです打たれない杭っていうのはあんな感じでポスターに貼ってあるだけじゃないですか。要するにその場で固定されちゃうんですよね。でも打たれる杭っていうのはどこのポスターにも貼れることができるんですよ。要するに自由なわけですよね。だからやっぱりね、打たれる杭にならないといけないかなと。要するに自由にならないと自分の本当にやりたいことはできないんだよなということを感じました。はい、すいません、ちょっと本当今日まあぶっちゃけで言うと疲れてると思うんですけど、はい、なんでちょっと短めの動画になってしまいましたが、まあすぐね、回復するんで、また明日からは長めの動画いきたいなと思います。はい、本日の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。コメントなどシェア、 SNS のシェアなど、まあ、とにかくね、豊田先生を広めて、はい、いただければなと、はい、思います。まあこれは勝手に僕のエゴなんですけど、ぜひ、はい、僕のチャンネル少しでもいいなと思った方は、はい、ぜひ僕にね、協力していただけたらなと思います。はい、それでは本日も最高の一日をお過ごしください。さよなら。